うわサティでよくあれしてたわ親とさ買い物行った時にさあれなんだよねあのパン屋があってさ試食コーナーあるからさあのパンの耳とかを食ってましたよくただなんだあれ <laughs> 試食コーナー回って食ってたわウインナーとかも焼いてるところよく食べてましたわ 懐かしい。よく食べてた。ほんと、神経ずぶといからさ、ああいうのってさ、食う前提のやつが、あのー、買わなきゃいけないじゃん。俺もう神経ずぶといから普通に食って出てったわ。いやーみたいな感じで悩むふりして出てったわ。よく食ってた。ウインナーとかめっちゃ食ってた、ね。ウインナーを一袋食ったもん。おばちゃんがさ、俺のこと、かわいそうだと思ったんだろうね。中学生の時とか小学生の時とかさ、かわいそうだと思ってさ、一袋焼いてくれたんだよ。だね。 買わなくていいからねって言いながら焼いてくれたんだよね。でね、俺そのおばちゃんに怒られたんだよ。あの、一袋焼いたからね、もうダメだねって言われて、俺があの、すぐそこに勝手口があって、そっからあの、ウィンナーとかおばちゃんがだいたい代わり持ってくんだけど、俺がそこ指さしたら、もうダメって言われた調子にならないのってぶち切りられたことあるわ。そういえば。表現変したあの、優しかったおばちゃんが。表現変した俺が指さしただけで。 ひでえよ。ひどいよな。さすがに。なんであんな、厳しくなったんだろう。あったわ。サミットここでも試食いつも食べてた。ここのパイヤーがうまかった試食のやつが、いっつもクロワッサン食ってた。クロワッサンの試食のやついつも食ってたわ。俺らがよ、いると終わりだよ。試食コーナーみたいなね、 あの人がいる前、な人がいるところじゃなくて、試食コーナーっていうコーナーがあって、そこに余ったパンを置くんですよ。ね、それを全部俺らごっそり持ってって、サミットって席ついて食べれるところがあって、そこで食ってた、ムサボり靴で、俺ら3人で。で、水も飲めるところがあったから、水も飲んで、そこで。こうやって食ってた。うめえな、これさつ、あああ <laughs> って言いながら食ってたよ。3人で、俺らやつを、これ最高にうめえなって言って。 食ってたわでね45分ぐらいに1回あのー、<laughs> 増えるからパンが <laughs> それを <laughs> 食ってましたよくはいそれをよく食ってましたはい <laughs> でもあのちゃんとおばちゃん優しい人だったからああどんどん食べてねーみたいなこと言ってた別にこれ本当にいらなくなったやつだからねーみたいなこと言ってたほんとはそんなことなかったんだろう俺らに気を使ってくれたんだよ すげえいいやつだったわあのおばちゃん優しかった俺らが幸せそうに食ってたんだよ <laughs> うわあこれは無理だな,いなって言いながら <laughs> 食ってたわいつもいっつもね毎日そのシューキャンだけ食ってるときとかねほんと嘘見てるうまいんだよねほんとにうまかったねありがとうほんとにありがとう